はい、今回はですね、セイントセイヤザ・ロストキャンバスに登場した、ま、ゴールドセイントをですね、サクッとね、紹介していこうと思います。結構長くなると思いますね。12人よりも多く紹介することになるんで、早速いきましょう。まずはアリエスの、ゴールドセイントからです。まず1人目がシオン、そう1人目なんですよ。シオンですね。まあ、このシオンはおなじみなんですが、まあ、セイヤの時代では教皇になっていたんですが、サガに殺害されてしまいます。でザ・ロストキャンパスでは若きセイントとして聖戦を戦い抜いていましたね。まあ、本編ではね、若干他のゴールドセイントと比べると不完全燃焼みたいなね印象はあった、もちろん見せ場はあったんですが、まあ、外伝の方では例えばそのクロスとのね強い同調能力があるゆえ、まあ、アリエスのクロスを継承をね、まあ、死の白霊から許されていなかったことや、これどういうことかっていうと、まあ、少し話すとシオンって、まあ、あのクロスをね、修復できる力を持ってるんですが、あまりにもね能力が強いために、その修復したあの触れたクロスを着ていたセイントの人生を垣間見れてしまうんですよね。でそうすると、まあ、あのアリエスのねゴールドクロスを、に触れた時に先代のねアリエスのゴールドセイントの人生も見れてしまうんですが、そのねあの先代がかなり苛烈な人生を送っていたんで、それに触れてしまうとシオンが耐えられないんじゃないかって白霊がね思ってたんで、ちょっとストップをかけていたっていう感じですね。サクッと言うとね。で、まあ、あとですね、外伝では他にも強行になった後ですね、シオンが。で、その時の強いシオンの戦いぶりも描かれているんでね、外伝のシオンは結構好きです。まあ、外伝じゃなくても好きなんですけどね、結構ね、読み応えがあるかなと思います。で続けてゲートガード、こちらもアリエスのセイントなんですが、こちらはセイジの先代にあたる、まあ、イティアですね、教皇イティアの時代の、まあ、アリエスのゴールドセイントです。で、まあ、彼はねイティアの考えに強く賛同していたんですが、それがね原因で、まあ、反乱を起こすことになってしまうんですよね。まあ、これはセイジのと白霊の外伝で語られています。で次に、アブニール、ですね。アブニールがさっき言ったあのシオの先代にあたるんですが、彼はねゲートガードが倒れた後、ここかなり特殊なんですけど、まあ、あのネクストディメンションでも登場していたクロノスですね。クロノスの力によって未来からワープされたアリエスのセイントですね。で彼の時代ではね、まあ、結構 アテナたちがとんでもない目に遭っていたんですが、まあ、結局は政治たちと共にね聖戦を戦うことになります。でなおそのね彼がどの時代からやってきたかってことなんだけど、これなんかはっきりしないとこあるんだけど、かなり近代っぽいねその回想シーンがあって、要はセイヤが生きた時代と同じくらいなんだけど、イフの世界っていう説明がされていますね。はい、だからまあアブニールの奮闘によって彼の時代の悲劇っていうのは回避されたのかもしれません。で次にですね、タウラスのゴールドセイントですね、オウシザです。まずはアルデバランですね。本名はねハスガードです。まあ、セイヤの時代のアルデバラン同様にロングヘアの巨漢として描かれています。セイントとして金牛のね星のように生きたいっていう思いで自分の名ハスガードを捨てて、オウシザのねアルファ星の固有名であるアルデバランを名乗っているんですよね。で、まあ戦線ではねスペクターのカガホを退けるも、まあそこ逃がしちゃうんですけどね、あわざと逃がしちゃうってそんな感じでしたけど、まあ片目を失うなどね重傷を負ってしまいます。でその傷が癒えぬまま、サンクチュアリに侵攻してきたスペクターたちと戦った末みたいな、そんな感じですね。はい、で続けて同じくタウラスのゴールドセイントテネオンですね。これちょっとネタバレ入ってしまうんですが、まあ、本編ではね、まあ、セイント候補生だったんですが、まあ、概念ではねだいぶそのね天馬たちが戦った時よりも、まあ、だいぶ少し後の時代が描かれていて、そこではねハスガードの後を継いで、まあ、タウラスのゴールドセイントとなっていました。でゴールドセイントがほとんどというか、まあ、シオンとテネオしかいない状態だったんですよね、しばらくは。そんな中、まあ、シオンと共にねサンクチャルの復興に尽力していたんで、まあ、かなり、ね、貢献は高いのかなと思いますね。で当初やっぱりね未熟な面もあったんですが、オリジナルの技を編み出すなどタウラスのゴールドセイントに恥じない実力を身につけていたんじゃないかなと思います。
で続いて、フランキスカですね。こちらもタウラスのゴールドセイント、こちらは教皇イティアの時代のゴールドセイントです。つまりまあ政治と同世代です。まあ単発のイケメンとして描かれていました。あの巨漢って感じはなかったかな。でまあ政治にはね、まあゴールド1のパワーと瞬発力を持つと評されていて、まあ外伝ではね政治と戦う場面もありましたね。で続いて双子座ですね。ジェミニの、ゴールドセイントですが、まずはデフテロスです。はい、カノン島の河口付近に住んでいて、天魔に、試練を与えたりもしていました。まあ登場時はね荒々しい印象もあったんですが、まあ実際鬼とか言われてましたし、実際そういうキャラクターだったと思います。まあ本来は繊細で兄思い、そう兄がいるんですけど、兄思いの人物だったんですよね。でまあその強制っていうのかな、強制の子として生まれてしまったため、まあ素顔もねあのマスクで隠しちゃった状態で、兄アスクロスの影のような存在として生きていました。でまああの教皇を目指すね兄の重荷になるまいとね己を鍛えていくんですが、まあそれがかえってですねアスクロスの疑念を生むことになってしまいます。まあこいつ裏切るんじゃないかみたいな、そんな感じですよね。ちなみにねデフテロスもねあのジェミニのクロスに認められた存在なんで、まあここでしっかりと紹介、実際あのジェミニのゴールドクロスを着て戦っていますからね。で次にアスプロスですね。はい、こちら兄お兄ちゃんの方なんですけど、かつてはジェミニのゴールドセイントでした。しかしまあ教皇になるためには手段を選ばず、デフテロスを利用して政治教皇政治を暗殺しようとするんですが、逆に中殺されてしまったんですよね。でまあ最終決戦ではスペクターとして復活し、デフテロスと激突していました。まあさらにはね作中屈指の強敵とね戦うことになっていたんですよね。でまあ彼はね要はその根っからの悪人じゃないんですよね。まあむしろ弟思いの優しい人間だったんですが、まあその善にもね悪にも染まらない我が道を行くといった魅力的なキャラとして描かれている印象ですね。まあそれは外伝でそれ顕著だったかなと思いますね。外伝のアスプロスかっこいいですからね。あのスーツ姿とかいたんですけど、そのクロスをね装着していないアスプロスがねまたかっこいいんですよね。で次にですねキャンサーのゴールドセイントですね。まずはマニゴルドです。まあ、あの教皇政治の直弟子です。まあ、言動はまあなんか不良っぽいんだけど、セイントとしては結構模範的みたいな説明がよくされていますね。で作中でもかなり人気が高い印象で、キャンサーのセイントのイメージアップに一役買ったんじゃないかなとは思っています。まあ、デスマスクも言うてね、あの今思えばね人間臭くていいキャラクターしてるかなとは思ってるんだけど、自分はね要は北斗の拳のジャギもね同じ理由で今は好きだったりするんですよね。まあ聖戦ではね双子の神の一人タナトスとね激突していました。まあおいおい紹介するけど、自分ねこのタナトスとヒュプノスはね嫌いですね。あのファンの方にはあの申し訳ないんですけど、あのいい悪役だとは思います。だからまあやられた時の爽快感はね半端なかったですからね。なおですねそのキャンサーのセイントといえば赤色冥界派など冥界に関係する技を多用するんですが、マニゴルドはねアクメンスカニの爪っていう意味なんですが、っていうね技、っていうね物理攻撃技も披露しているんですよね。またあの外伝ではねアルバヒカ、あの後で説明するんですが、ピスケス魚座のアルバヒカとともに、まあブラックセイントと戦っていました。暗黒セイントとも言うんでしたっけね。まあ、そういえばあの聖夜の時代のねデスマスクとアフロディーテも結構仲いい設定だったんでしたっけね。で続いてセイジです。まあ、あのロストキャンバスの時代の教皇でマニゴルドの師でもあります。兄にハクレイがいますね。ハクレイはシオンの師ですね。でまあ聖戦ではマニゴルドと共闘してタナトスの封印を試みていましたね。まあ、概念ではね全聖戦で奮闘する若き日の活躍も描かれています。まあ、あのマニゴルドとは対照的って言っていいのか、どちらかといえば知的な美青年として描かれていました。確かそのセイジは知的で、ハクレイは若い頃はまあ元気いっぱいの運動神経抜群みたいな、そんなあの感じで描かれていたと思うんですけども、まあ、っていうかね、あの個人的にねその、まあ、政治のね外伝ものすごく面白かったんですけど、外伝はねやっぱ外れがない印象ですね。はい、
で次にレオのゴールドセイントですね。まずはレグルスです。まあ天魔やヤトと同じ15歳なんですが、レオのゴールドセイントとして活躍する、恐るべき才能の持ち主です。潜在能力はひょっとしたら作中トップクラスかもしれないですね。本当瞬時に対抗策出してくるんですよ、もう覚えたみたいな感じで。であとまあライトニングプラズマを多用していた印象です。まあその力はですね、通常はゴールドセイント3人がかりで放つアテナエクスクラメーションを単独で使用してしまうほどなんですよ。で最終決戦では父の仇でもあるラダマンティスと、激突していました。まあ、この対決ね、アニメ見たと、アニメ途中で終わっちゃってるんだけど、アニメで見たら泣きそうですよね。漫画でもちょっとじわっときちゃったけどね。で続いて、まあ、イリアス、こちらもレオのゴールドセイントですね。後で説明するサジタリアスのシジフォスの兄でレグルスの父でもあります。だからアイオリアとアイオロスの逆パターンかな。で教皇が政治の時代では最強のゴールドセイントと評されていました。しかし晩年は病に侵されており、その体でラダマンティスと戦った結果命を落としてしまったんですよね。まあ、外伝でもね何度か登場していて、そのたんびにね強キャラ感を出していましたね。はい。で続いてバルゴのゴールドセイントですね。こちらはアスミタです。はい、盲目のセイントですね。まあ、本人いわく格闘はしないって言ってました。まあ、そういえば拳を武器にするイメージあんまないですね。当初はね聖戦に関わることに非協力的だったんですが、アテナと出会うことでその考えを改めたみたいです。でとてつもないコスモをね体に蓄積し続けていてですね、まあその全てを使いスペクターを封印する数珠を完成させていました。スペクターの復活を封じたっていう点ではね、まさにその MVP 級の活躍をしたんじゃないかなと、まあそう言っても過言じゃないかなと思います。そう、スペクターってねやられてもやられてもね復活してくるんですよね。はい。でまあ、彼ポーカーフェイスなんだけど、外伝では、ね、ちょっと感情的な描写もたびたびあってですね、実はカガホとも対戦しています。まあ、そういう意味ではやっぱカガホって彼の前世っていうことでしょうかね。で次にですね、ライブラのゴールドセイントですね。まずはこちらもおなじみドーコです。まあ後に老師としてねシリュウの師にもなっているんですが、本作では天魔の師としても活躍しています。まあこの頃はね年齢も若いはずなんですが、終始老人口調でしたね。まあシリュウのようにね、対戦中クロスを脱ぐ展開もありました。ネクストディメンションではねシリュウがクロスを脱いだことに対してびっくりしてましたけどね。はい。で外伝ではね、その聖戦の後のことが語られていて、要はアテナの秘術によって心臓が1年に通常の人間の1日分しか鼓動を打たないっていうことになってるんですが、そのためにちょっと戦うのも一苦労していましたね。で続いてこちらもライブラのゴールドセイント、イテアですね。はい、政治の先代にあたる教皇です。現役時代はライブラのセイントとして強大な力を持ち、かつ公平と調和を愛し続けていました。まあ教皇になる際も誰も異を唱える者はいなかったようですね。はい。しかしまあ長い年月を経ても理想の世界は実現せず、人の性根は悪なんじゃないかっていう疑念が大きくなり、これが原因でサンクチュアリで大きな波乱が生じることになってしまいます。まあ、そういう意味ではね、筋肉マンのザマーに近いキャラクターかもしれないですね。話それちゃったけど。はい。で次にまあスコーピオンのゴールドセイントですが、こちらはカルディアですね。はい。彼はね幼い頃より心臓に持病を持ち、延命術が施されているんですが、これだから近日にみたいなもんだったかな。でその影響でコスモを燃やすたんびに、ね、心臓が熱を発してしまうようになってしまったんですよね。で短命に終わる定めだったんですが、それを悲観することなく自身の全てを使い切ることができる戦場を探し続けていました。まあそのせいかちょっと好戦的で、さらにちょっと S っぽいキャラクターとして描かれていますね。ちょっとやんちゃっぽいところがマニゴルドに近いかなとは思うんですが、作中ではラダマンティスと死闘を繰り広げ、外伝ではアテナに覚醒する前のサーシャとのエピソードが語られています。まあなんか気のいい兄ちゃんみたいな感じで描かれていましたね。で次に同じくスコーピオの、セイントですね、ザフィです。こちらは政治と同世代の、セイントなんですが、まあ、強さと資料深さを兼ね備えていたんですが、己の確固たる信念を持ち、前は聖戦でねポセイドンの力を利用しようと画策したため、まあ、結局やられちゃったんですよね。はい。で次にサジタリアスのゴールドセイントですね。はい。まずはシジフォスです。はい。彼はねイリアス
の弟にあたりますね。まあ、異母兄弟らしいんですが、で、甥であるレグルスの死でもありました。で、まあ、サーシャをね、アテナとしてサンクチュアに迎え入れていた人物でもあります。そういう意味では、聖夜の時代ではね、アテナの命を守るため、サンクチュアリから連れ出したアイオロスとは逆の役割だったかもしれないです。で、まあ、実力、人格ともに兼ね備えていて、まあ、次期教皇の有力候補だったようなんですが、まあ、辞退していたみたいですね。本作ではそのアイオロスとは対照的に戦闘シーンが多く、弓矢を用いたもの以外の技もね使用していました。そういう意味ではなんか新鮮だったかもしれません。で、まあ本作聖戦ではですね、冥王軍三巨頭の一人ガルーダのアイアコスなどと激闘を繰り広げていました。で、まあ外伝ではね、そのイリアスっていう偉大な兄を持つゆえに苦悩するも、ゴールドセイントとして成長する姿が描かれていましたね。で、続いてこちらもサジタリアスのゴールドセイントですが、アエラスですね。まあ、聖子と同世代の、サジタリアスのセイントです。登場シーンは少ないんですよ。まあ、フランキスカからはクソ真面目と言われていましたね。なんか、操られてもクソ真面目っていうフランキスカのセリフがね、まあ、全然笑うこと、とこじゃないですよ。むしろシリアスな場面だったけど、ちょっとツボにはまってしまいましたね。そういう時ありますよね。はい。で、続いて、カプリコーンのゴールドセイントですね。こちらはエルシドですね。はい。エルシドっていう名はですね、11世紀スペインの英雄の通称、まあ、エルシドから取ったものとされているみたいですね。まあ、己を鍛えることを生きがいとしていって、まあ、シジホスをですね、兄のようにしたい、向かいっていいのかな、に囚われていた彼のね、まあ、ちょっとシジホスちょっと囚われていたんですね、その向かいってとこに。で、そこの救出する際には大きく貢献していますね。まあ、そういう意味ではね、シュラとは対象的な役割だったかもしれません。シュラはアイオロスに致命的な攻撃を加えていますからね。で、どんどん行きましょう。次はアクエリアスのゴールドセイントですね。こちらはジェジェルですね。はい。まあ、セイント随一の博識で常に、冷静沈着とされているんですが、作中では結構ね、感情的になる場面もあったかな。まあ、そういう状況に立たされていたんで仕方ないかなと思います。まあ、いわゆる軍師のような存在だったかなと思います。で、まあ、スコーピオのね、カルディアと仲が良くって、カルディアの心臓の熱を冷ます役割も担っていました。はい。だからまあ、あれですよね、カミューと、まあ、聖夜の時代のカミューと、ミロですよね、スコーピオのミロが結構仲いい設定だったのか、それになんかちなんで、この2人も仲いい感じなんですよね。で、次に、まあ、クレストですね。こちらはね、デジェルの師団ですが、イティアなんですよね。イティアと同世代のセイントなんで、500年以上は生きていたと思われます。ただ、登場するセイントでは最年長かもしれないですね。外伝で出てきてるんですけど、まあ、その若返った姿で今言ったように外伝でデジェルと戦っていたんですが、デジェルのエピソード以外でも登場していて、その際にはかなり頼りになる存在として描かれていますね。すでに老人なんですが、要は若い姿の四年波を飛ばして、なんか老人の姿を見せずに若いビジョンを伝えて、なんかいろいろ喋っていましたね。はい。で、まあ、最後、ピスケスですね。ピスケスのゴールドセイントなんですが、まずはアルバヒカです。はい。まあ、聖戦ではね、ゴールドセイントの先陣を切って、冥王軍三巨頭の一人、グリフォンのミーノスと対峙していましたね。まあ、その、代々のね、ピスケスのセイントは、その、代々その血をね、その血を猛毒にする必要があったみたいで、まあ、猛毒だったんですよ。で、アルバヒカも、例外ではなかったんですよね。まあ、そのためですね、要はその血によってね、他人を死に至らせないよう、傷つけないように終始ね、わざとね、冷たい態度をとっていたんですよ。しかし、まあ本来は心優しい性格で、まあ外伝ではその面が多く描かれていましたね。まあ、そう、外伝のアルバヒカはね、結構出れるんですよね。例えば、まあある少年にね、美人と言われてね、頬をあからめる場面もあったりしたんですが、で、彼はね、そのブラッティローズなどバラを利用する技を得意とするんですが、これはピスケスの繊維と共通ですよね。時にはね、殴り合いも辞さない時はありましたね。この時っていうのは状況的に毒が効かない状況だったんですが、これ外伝でやってたんですけど、コメントでもいただいたんですが、要は捨て頃で、ね、殴り合ってる姿があったんだけど、結構お気に入りの場面ですね。はい。
で次にこちらルゴニスですね、彼はアルバヒカの師で温厚な性格の人物でした。まあ、外伝ではところどころで登場しており、まあ、シジフォスが、ね、挑んだサジタリアスのクロスの継承試合ではその相手も務めていましたね。まあ、こんな感じで要は先代先々代の、ね、ゴールドセイントも登場するんでね、まあ、外伝含めて読んでみるとかなり面白いんじゃないかなと思います。ということで今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。